はい、今日はですね、ルアーを紹介していきたいと思うんですけども、最近 Amazon とかネットのショップでですね、こういうルアー見ることが多くなってきたような気がします。トラセンドっていうメーカーなんですけども、欧米ではですね、割と品質が良いという評価があるらしい。メーカー曰くですね、ルアーの紹介をしていきたいと思います。これメーカーさんがですね、ちょっと日本でも使ってほしいということでサンプルを送ってきてくれました。ちょっと開けてみますね。どのようなルアーなのかと言いますと、これエビのルアーですね。まずエビさんですね。透明感あふれるソフトタイプのルアーで、これですね、重さ 21g あります。ここが重りになってるんですね。フック TPE マテリアル、サーモなんとかなんとか、なんだったかな、はい、わかんないですね。でも丈夫なゴムの素材ですね。ゴム違う、シリコンでもない、ワームでもない、なんて言うんでしょうね、なんだったかな、わかんないです。でこんなやつなんですけど、はい、ひげがあります。これ、ここのなんていうんですか、赤いところがシンカーですね。でこれフック、めっちゃ伸びる、エビじゃんって感じですね。これはですね、釣れそうな気がするんですけど、どうでしょうか。3個入ってますね。どんな魚が釣れるんでしょうね。根魚、タイ、何でも釣れるでしょうけどね。エビ落としてとことこ歩く、ピョンと跳ねる。これ、エビのソフトルアーですね。いいんじゃないですかね、ビロンビロンしてて。はい、で今度これですね、ジョイント系のトップウォーター、ジョイント系のトップウォーター、これですね、リアルな動きをするやつですね。もちろん丈夫なんでしょうけど、一応メーカー曰く海でも使えると。なんでこれちょっと海でですね、泳がせてみたいなと思います。これですね。であとは雷魚とかですね、シーバスとか、ごめんなさい、雷魚とシーバスじゃない、ブラックバスとか雷魚とか、そういうのにも良さそうですよね。あとナマズで、ちょっとポロッと言っちゃいましたけど、シーバスもなんか良さそうな気がします。これね。であと次これですね、完全にトップウォーターですね。これはさっきのもトップでしたけど、これはですね、このプロペラ、後ろですね、プロペラみたいなやつがパカッと開くと回るね。面白いですね。トップをこう泳いでくるときに後ろをバシャバシャバシャーと、スイッシャーってやつですかね。これはアピールするんですね。ナブラとか出たときにはこれいいかもしれないですね。バシャ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 ーっつって水しぶきを上げながら泳いでくる、そういうルアーですね。で、ちょっとですね、これらのルアーをせっかくいただいたのでですね、使いながら、やっていきたいなと思います。今後、今年のナブラシーズン。これはですね、結構なんか平場の代わりに良さそうな気がしますね。平場の代わりにこういうのをつけて落として巻く。これいいんじゃないですか、平場の代わりに。ね。ちょっと今年試してみたいと思います。以上です。